こんにちは、みすずです。今日は丸鶏と生姜のポカポカスープをご紹介します。骨付き肉を煮込んだ生姜たっぷりのチキンスープです。とても生姜でポカポカ温まりますよ。材料はこちら。今回丸鶏使ってますが、例えば手羽元とか手羽先とかぶつ切りとか骨付きの鶏肉だったら何でも OK です。まずは丸鶏を4つに切っていきましょう。全体の水気を拭いてさばいていきます。丸鶏のさばき方は YouTube 探していただくといろんなプロの方がやられてるやつがあるので、こちらで見てみてあげてください。私が参考にした動画のリンクを概要欄に貼っておきますね。尻尾のところの黄色い油に臭みがあるので、こちらを削ぐような感じで切り取ります。でひっくり返して、ももの皮のところをスパッと切って骨をポキッと外します。で腰のところに包丁を入れて、縦に背骨に沿って包丁を入れて開いていきます。この腰の骨のところに乗ったお肉をよいしょっと剥がして、でもも肉の部分をビヨーっと外していきます。反対側も同様に腰のところの骨、腰のところのお肉を骨から剥がしつつ、ビヨーともも肉を剥がして取ります。で胸肉ですね、骨のところに包丁を入れて、ガラと胸肉の部分と剥がします。鶏ガラは後でガラスープでポタージュを作りたいので、これは取っておいて今回は使わないです。で残った骨付きの胸肉をこう、こんもりしているのをギュギュッと押して切り取ります。これで骨付きの胸肉、ささみもくっついた状態ですね。手羽先の先っぽをカットします。これお出汁は出るので、これはそのまま入れていきます。でこれで胸肉に2つともも肉2つに分かれました。でこのままだとちょっと大きいので、もも肉をこの曲がる、ちょっと映ってなくて申し訳ないんですが、骨が曲がる関節のところでザクッと半分に2つに切っています。もう1本のもも肉も同じように関節のところに包丁を入れてザクッと切ります。で胸肉の方は3つか2つに切っていきます。もう1つの胸肉も同様にカットします。はい、これで、鶏ガラと手羽先の先っぽと胸肉ともも肉出来上がりました。お塩を揉み込みます。全体に塩を振ってよく揉み込みましょう。このまましばらく置きます。次に生姜を切ります。生姜は、今回この一塊を使いました。好きなだけ入れてもらって OK です。薄切りもしくは千切りしてあげてください。千切りの方が食べやすいですが、私は子供が結構生姜を嫌がるので、千切りにしちゃうとどこ行ったかわからないので、薄切りにして食べる時にちょっと取り出すような感じにしています。大きめの厚手の鍋を熱してごま油を多めに敷きます。生姜をまずは弱火でこんがりするまで加熱していきましょう。今回はストーブ鍋を使っていますが、圧力鍋だと煮込むのが早いので、もっと早い時間に出来上がりますよ。生姜の良い香りがしてきたら、一旦横にどけて、空いたスペースで鶏肉を焼いていきます。先ほどの手羽先の先っぽ、食べるとこはほとんどっていうかないんですけれども、お出汁が出るので加えていきます。生姜がこんがりしてきたら一旦取り出しましょう。残りの鶏肉もどんどん焼いていきます。両面をこんがり焼いていきます。焼けた生姜がずーっと入っていると、特に薄切りした場合はすぐに焦げてきてしまうので、
良い色になったらすぐ取り出してあげてください。鶏肉も焼けた面からこう向きを入れ替えつつ、全面が焼けたら取り出していきます。ちょっと一度に全部は焼けれないので、量が多いので焼けたものから出していってあげてください。やることはこれだけで、丸鶏を使っているので捌くっていう手間がありますけれども、手羽元とか手羽先だったらもうすぐにこの焼く工程から始めてもらえばいいので、ほんと簡単にできますよ。全部の鶏肉が焼けたら、さあ取り出したものを戻します。生姜も戻して煮込んでいきましょう。お酒とお水を加えます。このお酒は本来はお酒じゃなくて焼酎で煮込むものなので、酒の代わりに焼酎でも OK ですよ。圧力鍋で作る場合はこのお酒とお水入れた状態で一旦火を止めて蓋をして加圧してあげてください。今回はストーブ鍋なのでこのまま煮込んでいきます。ふわふわと上がってきたらごくごく弱火にします。これでだいたい30分煮込みましょう。ごま油の油とあと鶏肉の油で結構煮汁がオイリーになります。で、できた当日よりも翌日の方がこの全体にこの油が馴染んで美味しくなるので、当日だとちょっと油っこどいんですね。なのでもし時間があるならば一晩寝かせてあげてください。これが30分煮込んだところです。今回はこのまま一晩置きました。で、翌日ですね、再度加熱してふつふつしたところで蓋を開けます。アクを取りましょう。アクが結構たくさん出てくるのでこまめに取りながら煮込んであげてください。こんな感じでちょっと鶏肉大きめに切っちゃったのでね、お肉がゴロゴロのチキンスープです。最後にお塩を加えます。味付けもシンプルで、これ生姜とあとお塩だけ、あとごま油ですね、最初に炒めた時のごま油の香りだけなので、シンプルな味付けでとっても美味しいですよ。また中に麺など入れても美味しいので、糖質制限さんだったら味付きなしのもずくでもいいですよ。とかあとラーメンとかですね、普通に入れてみてください。最後に味を見て足りなかったらお塩を足してください。また使うお鍋によっては水分がすごく蒸発してしまってる可能性もあるので、途中で足しながら煮込んであげるか、もしくは最後に加えるお塩の量を調節してあげてくださいね。器に盛ります。こんな感じでいつまでも蒸気がボーボー出てきてほかほか温かいです。ただこういう平たい器に入れちゃうとどうしても冷めやすくなるので、いつまでも温かさ楽しみたい場合は深さのあるボウルなどに入れてあげるといいですよ。細切りの小口切りと生姜の千切りをトッピングします。またお好みでここに先ほど言ったようにもずくなど加えてもらうと、海藻貝でまたこれすごくよく合うんですよ。なのでおすすめですよ。あとは最後に例えばキャベツのざく切りとか加えて一緒にちょっと煮込んであげたりとかしても美味しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。我が家でもよく作る骨付き肉と生姜のスープです。ぜひぜひお試しください。ではまた、詳しいレシピはブログに書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。